冒険チャンネル。渡辺健吾です。今日は、高校生の高校の同級生の名前出してもいいよ。大山くんと、お互い10月が誕生日ということで、で最初なんかどっかでご飯行こうか言うてたんやけども、どうせ行くんやったらちょっと旅行兼ねて行こうかいうことで今高知に向かって、で大山くんはなんかなんでか知らんけど顔出し NG なんで、映さんといてくれいうことで腹だけ映しとこうかな。ちょっと映ってもうた。あんだけ喋ってた。喋ったあかんもん。喋ってもいいよ。谷口は、あ、こういうイメージ出してもいいかな。高橋さんと結婚した。そう。実は高校の同級生。そう。ほんで、高橋に住んでる。そう、高校の同級生って言います。そんな、何結婚するくらい付き合っとったの？多分高校の時は付き合っとったと思うね。あ、卒業したからかな、よくわからんけど。それと、ここ結構あれおるよ、覆面バト。そんなことは大丈夫。え、こんな音を走ったら大丈夫ちゃう。ここは80キロだからな。高知道入りました。相変わらず雨が止みません。大山くんは雨男です。しかも今日遅刻してきました。うちに自分が遅刻したくせに腹減ったってご飯のことばっかり言うてます。おじんだ降りて、大山君のお腹が空いたばっかり言うから腹減った。まずホテルにちょっと荷物預けて、そのまま広め市場に行ったことないらしいんで広め市場に行きます。レイツちょっとだけ映ってるこれ。レイツ高知レイツ昨日は、ホテルあれからチェックインして、でホテルにすぐ近くの安岡酒店でいろいろな酒をご機嫌さんに試飲させてもらって、お土産3本ぐらい買って、それから高知の街中にタクシーで飲みに出て、で1軒目行って、で、それがちょっといまいちだったんで、で、その次の、その安岡酒店さんのおすすめの店行ったら、これがなかなか美味しくて、で、そこで寿司も食べて、酒もだいぶ飲んだな。日本酒をかなり飲んで、もうそこの大将にいい飲みっぷりですねって言われるぐらい飲んで、ほんでもう俺帰るんかなと思ったら、大山くんが焼き飯食べるぞ。なんか俺久々に、若い頃の飲み方をしたっていう感じで。で、俺もついつい付き合って、でも焼き飯食べれんから、ラーメン食べるわ、言うて。で、ラーメン食べて、で、大山くんまた、こんな焼き飯美味しいんやったら、絶対なんか、チャーシュー丼も美味しいやろ、言うて。調子に乗ってまった、だったけど、お隣のカップルのお姉ちゃんが笑うぐらい、ええ年こいたおっさん二人。楽しい夜でした。で、一つ反省なのが、僕も若い時によく居酒屋とか行って、おっさんがよう店のスタッフとかに話しかけとったけど、まさに俺がそうなってるなと思って、昨日大山くんにも指摘されたんで、ちょっと反省しております。で、今日はこれから仁淀川を、上がっていって、二甲淵を目指して、で、大山くん、体ごっついのに細いうなぎが食べたい言うとるから、うなぎでも食べて岡山帰ろうと思います。では今日も安全で、最後のトンペ必死で食べた。あれ動画撮りたかった。辛いだけの。そうやな、あんな俺でも作れるかな。あの味やるからな。タレの味もなんもなあ。
なんか醤油ベースみたいな感じだったな。あ、トクトクうどんある。岡山なくなってしまったで、トクトクうどん。関西のトクトクうどんいいね。あ、そう。なんかあれも見せるのかな。トクトクうどん、トクトクうどんって言うとったな。いつもトリプル食べとった口やっぱり。ちっちゃい頃はね。ちっちゃい頃ちっちゃい頃じゃなかった、ほら、中学校の。あ、そう、うん、俺でも大阪出た時あった。ひょっとしたらあれかも。脱水症状になる。全然ない、波に乗ってないもん。脱水症状になる。なんか道の駅に売ってるやろ、今。あの道の駅出とったけど。ほんま、道の駅ちょっと行こう。何か。いや、なんか、飛びたあれ、道の駅だよ、あれ。結構なんかテント張ってる人おるね、カメラに。あれなんかでも感動やつ。バカやん。出た。わ、ちょっと紅葉始まってる。始まってる。ほら、ここ道の駅。入ってる。道の駅土佐和紙工芸村。あ、ちょっと入ってるじゃん。ほんまだ。乗ってないわ。自販機で買おうかな。自販機で買おうかな。自販機の水超冷たいけど。いや、常温じゃない。長野。そう、常温の。だからホテルのやつ貴重なの。やっぱりあるんちゃうか。あ、水ぐらい。私もこれなんでチンコ橋か知ってる？いや、分かってるわ。言ってみ、言ってみ、言ってみ、言ってみ。大変。言ってみって。あ、言ってみって。なんでチンコ橋なんでしょう？これほら、あの言ってみ。増えてきて。はいはい。ね、はいはい。いや、ちょっと橋。あ、このこれ降りたチンコ橋よ。そんな珍しいもんでもないやろ。いやいや、俺、いや、四国は。いや、でも俺、渡ったことねえで。渡りたいの？それ、渡りたい。いや、渡りたかった、今。なんででしょう。いや、何って聞いてんの？なんででしょう。え、もう、ギブアップ、ギブアップ。ラストアンサー。いや、ギブアップ、やんて。ラストアンサー。いや、俺、知ってる言うとったよ。何やったの？忘れてもたの？買ってきとうやわ、そんなとこ。知ってる、知ってる、知ってるわ、言うとったんですよ。また希望調べたんちゃうの君は。朝から朝から。違うか。それはね、それはね、それはね、カンパゴール。だって最近嬉しそうに知ったような。違う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 。だから、ね、いやいや、昔から知ってる。そうやろ、昔から知ってる。あ、説明するモチベーションもないわ。なんか何やねん、それだけ言うてな。なあ、なんなん聞きたい。聞いたくはないけど、言いたいんだろ。いやいや、そんなことない。な、何なんか撮ってるけど何って言う。水が増えます、うん、ほんなら普通ので、沈下橋ってあの手すりもなんもねえ、はい、で読んで字のごとく、はい、低い位置にあるの、はい、だからもうとっとと、もう、あの、水に沈ませるのが、沈下さすのが目的だよ。で、どういうメリットがあるかというと、普通の橋やったら、あの、手すりとかついてるから、あそこに、川上からこう流れてくる大木が当たって、へこんだりとか、それで咳止めたりとかするから、そもそももう、洪水になったらもう、水の中に入ってしまうっていう定義が、沈下橋。わかった。わかった。すげえ、なんか、I can do an imitation of a man who's feeling good. I can talk a lot like someone who's not misunderstood. I can go to all the places where the happy people stay. But without you here beside me, I'm an actor on the stage. There's a drunk in every graveyard. There's a ghost in every bar. I'm drinking in the moonlight, wondering where you are. Give me just a phone call. Let me know that you're okay. 二子淵に今急な階段を降りていっております。雨降って水もらわれてよく出るんじゃないか。なあ、誰か昨日濁ってるやろということで。
覚えてんな。覚えてるよ。あれよ、双子の兄弟。飲む銀河がすっくりこぼれる。いや、多分マガモだと思う。そんなんやから勉強したらええやん、もうちょっと女の。また戻そうとしてる。じゃあ、勉強したらええやん。まだ励ましそうとしてる。励ましいやいや、ほんまに書いてねえや、前はマムシに注意だって。これ結構でも高い人苦手なかったら怖いんだね。これあれやな、多分ダムがあるな。だから水が流れてねえからあんまり。そうでもねえな、もっと映えるかと思ったけど、ちょっと怖い。いや、道すごい。何回も行けた。トラック通るだけある。5くらい違う。紅葉ピーク。もっと10日先。一週間も10日も変わらないんやないかい。紅葉がそんな、でもそんな細かいこと言うなら、まあ、1分なんとかせえ。まあ、しつこいわ。国道194号から11号国道11号入って愛媛西条に降りて、で西条インターから今松山道ですか、丸亀に向かっております。一角丸亀空いてる、まあ、ランチタイムで間に合うか。しかしさ、当たり前やろ。そんなもん普通そのマネージャーの仕事だよ。当たり前やろ。ちょっとマイク持ってなんだよ。まだ時間ね。どうするわけ。小宿り、はい、はい、そこの方が大変暑いので、はい、はい、じゃあひな鳥は、あ、向こう、ね、はい、体型で判断してくださいとか言ってさあ、かじれかじれかじりって。これは親鳥、これ何じゃ。大山君はひな鳥と親鳥、どっちがおすすめ。いや、まあ多分親硬いで、もう被るのが一番美味しい。トラフォトコト、いや、顔と映ってないよ。あっ、どう、うまい、うまい、うん、うま、うん、うまい、よかった、ギリ連れてきてよかった、最高似合うわ、被るの似合うわ最高、うん、うん、ビール飲めんけど運転手やから。親子丼みたいな感じに、はいはい、錦糸卵が入ってる、ね、そう錦糸卵、あ、うん、この丼行き出しました、親子商業家でもないやろ。そう普通に、あ、黄色のゲレンデ、ゆうこんなもの。何？あの島？でかいな。どんだけ燃費悪い。
何住むかわからない、住むがいっぱいあるって。この辺ほんま島ありすぎてわからんかな。あれ水島コンビニ、今の勢いが高いから高橋もちゃう。その歌はええか。うちのお母さんよ、瀬戸の花めちゃくちゃ歌った。